ドリンチェサです。今回はこちら、たくさんの直訳一気に紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、おみくじちょこちょこ直訳もリニューアルしたみたい。とっても可愛い感じのパッケージになっていますね。1個150円ぐらいとちょっとお安めなのも嬉しいところ。では開けていきましょう。綺麗なカプセルの中にチョコがぎっしり15個ぐらいだったかな、マーブルチョコが入っています。中にはおみくじ。さあ今日の運勢は、あ、吉。願い事、もう少しで叶うでしょう。勉強、解けなかった問題も解けるでしょう。恋愛、気になる人と近づくチャンス。友達、新しい友達ができるかも。健康、気分がすっきりするでしょう。金運、素敵なお買い物ができるでしょう。お出かけ、会いたい人に会えるでしょう。ラッキーカラーは緑色。お、今回のシーズンはラッキーカラーがついてるのかな？緑色だって。はい、じゃあ、キチっていうので欲しいのが来るかな？ 9 番タイプのこちら、ディズニーマイリトルドール。これとっても可愛いんですよね。なかなか来ないキャラは誰だったかな。プーさんとか久々みたいな、プーさんと、あ、デイジー。デイジーはね、結構よく来る。はい、デイジーダック。大きなリボンとウインクがとっても可愛いです。カラーリングもはっきりめ。はい、続いてはすみっこ暮らし。今回最新がすみっこ暮らしになるので、ちょっと多めに用意しました。すみっこ暮らし2ですね。はい、今日は誰に会えるかな。さあ誰かな。猫、猫稲荷だ。やったね、かわいい。お稲荷さんの顔にも猫の顔が描かれていて、ダブル猫ですね。はい、ちょっと内側に折り込んでありそうな稲荷の皮っていう感じも出てて、とってもこだわってます。かわいい。はい、久しぶりのスーパーマリオは、もう期間は終わってるやつ。結構前のやつかな。いろんなマリオが大集合。ちょっとね、整理してたら出てきたやつ。さあ、誰だ？あ、ゴールドのやつ！やったね。はい、スーパーマリオブラザーズ2のやつになります。ゴールドマリオ。はい、組み立てるとこんな感じ。投げるボール、火の玉かな、も金色です。かっこいいですよね。はい、そして、ついてるシールと、このね、透明の立てるやつにくっつけたのをセットで飾っておくことができます。はい、続いてクレヨンしんちゃん。佐藤ここなか堂デザインのエコバッグ&バスケットプレゼントキャンペーンが行われてますね。2023年の4月末日まで。こちら応募バーコード2枚、一口で応募ができます。今回もなかなか出てきてくれないかも。はい、黄金のスパイ大作戦のしんちゃん。はい、残すところ私あと2種類ぐらいなんですけど、出ないものは本当出てきてくれなくって、今回はどうかな。はい、私まだ出てきてないのはこの戦国しんちゃんと、これですね、赤いしんちゃん、ここの2人ですね。欲しいなー。はい、ツイステもお久しぶり。なんか久しぶりだと会いたくなるよね。ハロウィンが近かったから、どうしてもなんか久しぶりに見たくなって、残ってるの開けちゃいました。さあ誰がいるかな。あー、いいですね。はい、ウィルシェンハイトの洋服バージョンになります。はい、寮のマークが入ってますね。
ムフィオーレ寮だったかな。はい、裏側には言葉が書かれてます。ぼーっとしてないでさっさと行きましょうと書かれてます。うん、綺麗。口元のにやり感もいいですね。はい、目のあたりなど細かいところまで丁寧に作られていて本当に綺麗です。はい、続いては動物の森も久々。今日ね、こちらの応募期間は対象外となってますけど、このチョコエッグっていうかね、中身とか、ね、気にしないのであればネットでもまだ探すことができます。はい、あ、シークレットだ。久々で嬉しい。村人女の子が来ました。シークレットの2。はい、シークレット来てくれるとテンション上がりますね。可愛いチョコエッグのお洋服です。村人女の子、動物の森で暮らすあなた自身の分身、気分に合わせてファッションやヘアスタイルなど自由にコーディネートできます。本製品はチョコエッグオリジナルコスチュームですと書かれてますね。これどうせなら特別リンクみたいなのあって、なんかこの QR とかコードを読み取ると村人のね、チョコエッグバージョンの服がもらえるとか、そんなのもあっても面白かったですよね。動物の森またね、ブーム来ないかな。はい、1段目に1個シークレットが入ってました。2段目はどうかな。すみっこ暮らし2からいきましょう。こちらそういえば紹介し忘れていました。すみっこ暮らしステーショナリーセットが当たるそうです。2023年9月末日までこちら2枚一口で応募ができます。はい、よかったらやってみてね。読んでった。はい、開けていくと今回当たるかな。まだこれコンプリートしてないんですよね。やっぱトカゲシリーズが出づらいのか、トカゲがなかなか集まらない。あー、白クマ、白クマのお勉強してるやつ。はい、こちらは意外と来るやつです。真っ白ボディが可愛いですね。ちょこんと乗った帽子が頭良さそうに見える。はい、続いてしんちゃん。焼きそばのやつですね。 B 級グルメサバイバル。はい、 B 級グルメのしんちゃん、気合入ってる感じが出てますよね。キュッと縛ったのもかっこいい。はい、続いてツイステ。ツイステはあれですね、シークレットはこれはシンプルに本当に来なかった感じ。それ以外は比較的みんな平均的に出てきてたかな。はい、今回はカリム、カリムアラジームの制服バージョン。はい、制服なので棺みたいなマーク。裏には俺と勝負いいぜ受けて立つと書かれてます。カリムもかっこいいよね。あまりでもコスプレとして起用されるキャラじゃないと思うんですが、はい、キャラ的にはいいと思います。はい、では動物の森行きましょう。トウモリで久々に見たいのは誰かな。しずえさん。あ、これも久しぶり。はい、たぬきちです。はい、ぽっこりした特徴的なお腹とトロンとした目、ちょっとここ傷ついてるのはね気になるけれども、まあこれも個体差仕方ない。まあでもお久しぶりでいいですね。5月30日生まれのオスたぬき。たぬき商店で財を成したたぬきちは弟子のまみきち、つぶきちに商店の経営を任せて不動産業を始めるなど、動物の森では盤石の体制を築いている。はい、ということで今回は、はい、ということで今回はたぬきち。
動物の森あと1個あるからね、誰が出てくるかお楽しみに。ではすみっこ暮らしを開けていくよ。誰かな。誰だ、いっぱい入ってるな。何かかぶったか。あ、違う、横に寝転がってる白クマグロ。これね、意外とレアな感じ、嬉しい。はい、結構いっぱい開けてるんですけど、まだ2個とか3個とかしかお目にかかってないやつです。お布団みたいにかかってるんですが、お顔の向きをね正しくするとこんな感じ。かわいいポテト寝転がってます。白クマグロ、はい、マイリトルドールの2個目。誰かな。今度は誰かな。あ、オラフ。結構オラフはバランス的にもそんなに変わらずというか、オラフの良さそのままな感じで出てきてます。いいですよねこの表情が。鼻もちゃんととんがってるし。はい、ということでオラフかわいい。マイリトルドールあと1個ありますね。何が出てくるかな。エルサでもいいな、ちょっと並べたいな。さあマリオは誰だ。あ、タヌキマリオかなですね。スーパーマリオ 3D ランドのマリオになります。はい、作りとしては至ってシンプルな感じなんですけど、これがまた可愛いですね。プリッとした感じ。はい、やっぱこの歴代のねゲームと一緒に並べておけるっていうのもいいですよね。はい、ということでスーパーマリオのチョコエッグのラインナップは、マント、尻尾マリオ、マントマリオ&ヨッシー、羽マリオ、マリオ&ポンプ、ゴーラーマリオ、ハチマリオ、プロペラマリオ、ゴロイワマリオ、タヌキマリオ、ゴールドマリオ、ムササビマリオ、ネコマリオ、ビルダーマリオ、マリオ&キャッピー、そしてシークレットとなっていました。シークレットなかなかゲットできなくてね、って感じだったんですけど。はい。今回はゴールドマリオとタヌキマリオでした。お、ちょうど10番、11番でしたね。はい、では3列目いきます。マイリトルドール。誰かな。お、女王だ。ヴィランスですね。はい。はい、この襟が立ってるところが何にツボですごくよくできてると思います。女王もね、嫌なキャラだけどね、キャラ的には結構人気ですよね。はい、ということでマイリトルドールのラインナップは、ミキマス、ミニマス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プー、アリエル、エルサ、スティッチ、オラフ、ジーニー、ジョウ、サリー、バズライトイヤー、ジュディ・フォップス、モカ、そしてシークレットの1、シークレットの2となっています。はい、シークレットはこちらの2つ、どちらもとっても可愛いです。こちらは台座なしタイプなんですけれども、ね、十分十分、これがしっかり、はい、受け止めてくれてる感じ。すやすや寝ていてとっても可愛いです。はい、では残り開けていきましょう。動物の森。あれだ。あー、キヌヨさん久しぶり。はい、組み立てがちょっぴり痛いキヌヨさんですけど、ボリュームあってとっても可愛いです。5月22日生まれの女の子、ハリネズミ、仕立て屋エイブルシスターズで売り子を担当する3姉妹の末子、人懐っこくて明るい性格。はい、ということでいいですね。キヌヨさん、お、
もう一個いたね、チョコエッグ動物の森。やったね、もうちょっと見れる。あと誰かな、やっぱしずえさんかな。さあこちらはトカゲに会えるかな。すみっこぐらし、どうだどうだ。お、トカゲやった。あーでもパンのやつ、いつものパターンだわ。パンは来るんだけどね、他が来ないのよ。はい、ということで満足そうにパンを持ってるトカゲ、かわいいですね。はい、ではクレヨンしんちゃんを開けていきます。しんちゃん、赤い忍者が欲しい。さっきね、ちょっと自分が持ってるのまとめてみてたら戦国しんちゃんいたので、あとは赤しんちゃんだけかな。いやー欲しいんだけど。あー違う。あ、でもこれもね、結構レアなやつ。超嵐を呼ぶ金箱の勇者、白と一緒のやつです。これもちょっとイラストと一緒にするにはちょっと距離感があって感じで、どう並べるのが正しいのか微妙な感じなんですけど、なんか白が黒いけどね、うん、こんな感じです。これ多分私2個目、結構レアですねこれも。はい、クレヨンしんちゃんのラインナップはこのようになっていて、今回は下にこの絵画名が書かれてないので、自分でゲットした時にしか何の映画かなっていうのは確認できないんですが、まあまあこんな感じ。この中でレアなのは今出たこの9番と6番、あと1番のアクション仮面と17番の赤いしんちゃんかな。これが出づらい印象です。あとはこのブリブリザイモンかな、ラッカーキングダムのここら辺とか、この自転車のやつも意外と出にくい方かも。他がちょっと偏りがちっていうところはありますかね。はい、まだまだ手に入るので探してみてください。シークレットは結構みんなも手にしてるらしい。このガチンコロボ父ちゃんのヒロシですね、ロボ父ちゃんになります。はい、じゃあツイステ開けちゃおう。いやーシークレット見たいな、ツイステの出るかな。これも結構数開けたんですけどね、本当にシークレット出なかった。いっぱい入ってる、なんだろうこれ。レオナかな。あー当たり、レオナキングスカラー。こちらは制服バージョンになります。はい、制服なので缶オケ。これは力と、はい、後ろには力と牙以外にも戦う術はあると書かれてます。こちらもかっこいいですね。これ耳とかつけるから意外とね、真似っこする人多いかも。お、かっこいい3人が来てくれました。第2弾はなかなか出てきませんが、ツイセットワンダーランドはリョークバージョンと制服バージョンそれぞれのラインナップのリトルローズハートとレオナキングスカラー、アズーラーシェングロット、カリマールアジーム、ウィルシェンハイト、イデアシュラウド、マルウスドラコニア、そしてシークレットとなっています。はい、早く第2弾来ないかな。では動物の森開けていきます。さあ、あとちょっと何か。でもシークレット来てくれたからな。できればすみっこ暮らしでシークレットかトカゲが見たいところ。こちらでは誰が来てくれる。ももこちゃん久々、かわいいよね。
はい。私がゲームで遊んでる間は、ももこちゃんは登場しなかったんですが、みんなの島には行ったかな？ザ・女の子って感じ。ももこちゃんは6月8日生まれの女の子、リスです。口癖はなのよ。性格は元気。星座は双子座。好きな言葉は、ももくり3年、かき8年。はい。ということで、今回ラストはももこちゃんでした。はい。ということで、久々のラインナップ表も見ていきましょう。動物の森、ラインナップは、しずえ、たぬきち、とたけけ、きぬよ、まめきち&つぶきち、ふうた、ぶうけ、りりあん、キャラメル、アポロ、じゅん、かもみ、ジュリー、ハムスケ、ドレミ、ももこ、パッチ、シベリア、シークレット1、シークレット2となっています。これもネットだとまだね、手に入ったりしますよ。はい、じゃあ本当のラスト、すみっこ暮らし、開けていきましょう。さあ、誰かな？誰だ、誰だ？山と雑草とタピオカ。はい、こちらめちゃめちゃ可愛いです。ちょっと照れてる山も可愛いんですけど、山の存在感に対するこのね、張り付いたね、タピオカと、なんか達成感を、なんかね、見せてる雑草。みんな可愛い。はい。こちらね、取り外すとちゃんと足元にはちゃんと足があります。山。歩けます。本当に可愛いです。この作りがね、こだわりがいいですね。子供の下、すみっこシリーズですけれども、ほんと細かいところまでいろいろね、こだわりがあるので、ぜひぜひコレクションしてみてください。はい。では、すみっこ暮らし2のラインナップを見ていきましょう。白クマ&風呂敷、ペンギン&タピオカ、トンカツ、猫、トカゲ&ニセツムリ、タピオカ&雑草&山、白クマグロ、ペンギン軍艦、トンカツ握り、猫いなり、トカゲロール、白クマ、ペンギン、トンカツ、猫、トカゲ。ここら辺のパンシリーズと、白クマ、ペンギン&タピオカ、トコツ&エビフライの尻尾、猫、トカゲのお勉強シリーズ。そしてシークレットとなっています。はい。これね、残すところ、トカゲの、5番と21番ですね。この2つなので、ちょっと頑張って探していますが、みんなトカゲコンプリートできたかな？トカゲいっぱいいるんですけどね。なかなか出てきてくれないですね。はい、すみっこ暮らし2のシークレットはこちらになります。ペンギンとパンですね。フランスパンになります。とっても可愛いので、こちらもぜひ探してみてください。はい、ということで、今回もいろんなチョコックを一気に紹介してみました。いかがだったでしょうか？また新しいチョコック発売されますし、可愛いシリーズでまとめて、またね、別なバージョンで、別なメンバーで紹介していこうと思うので、リクエストなどあったらお待ちしております。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。